島民専用であることを知らせる、警告看板と、一般車両の U ターン上流入及び流出ゲート、出入り口ゲート筆石島インターチェンジは、香川県坂出市筆石にある、瀬戸中央自動車道のインターチェンジである。島 IC を利用できるのは島民及び関係者、緊急車両や路線バス、郵便物周廃車両などに限られ、一般車両は利用できない。また、島 IC に併設する、 ひついとバスストップについても記述する。正式にはひついと管理用で入り口と称する。ゲートは無人で流入及び流出ゲートが本州方面と四国方面に一箇所ずつと出入り口ゲートの三つのゲートがあり、流出ゲートにはカード確認機が出口ゲートには生産機が入り口ゲートには通行券発行機がある。ゲートを通過するためには 本州四国連絡高速道路株式会社の発行する島民専用の別のカードが必要である。岩黒島島民のために四国方面から岩黒島インターチェンジへ行くには東 IC で U ターンができるような構造となっている。また、流出ゲートの前に一般車両の U ターン場が設けられ、ご侵入に備えている。 瀬戸中央自動車道の島民専用ゲートでは唯一、アイランダーズオンリーと英語表記の標識があり、岩黒島インターチェンジと吉島インターチェンジ、PA には設置されていない。同じような英語表記の標識は、西瀬戸自動車道の馬島 IC にも設置されている。筆石島バス停留所筆石島インターチェンジの流入よび流出ゲートと出入り口ゲートの間に、高速道路を経由する。 一般路線バス用のバス停留所が設けられている。本線を流出したバスは、流出ゲートを通り当たり BS に停車して、一旦客扱いを行い、出入り口ゲートから一般道路へ出て、ひついし学校前バス停を経由し、ひついしバス停へ向かい、そこで U ターンして再び、ひついし学校前バス停を経由しと、o、BS に戻って、客扱いを行い、 再び本線に戻るという形となる。バス事業者は、ひ石島という故障を使用している。ありがとうございます。